みなさん、ナマステ。日本語のイピジのバッチャラへようこそ。私はカナアニタです。今日勉強するペーパーの名前は、日本文学のヒロとその他です。そして、今日勉強するペーパーの名前は、松尾芭蕉。少し説明を英語で紹介しながら本文に入りますが、松尾芭蕉 lived during 1644-1694. He was born in the castle town of Ueno in Iga province, which presently is in Mie Prefecture.Of Japan. It is near Kyoto, the ancient capital of Japan. Basho's grandfather and great-grandfather had belonged to the samurai class, but they relinquished their status as a samurai and became commoners. By Basho's time, the family had fallen very low and they became farmers. In the spring of 1689, Basho departed with his disciple named Sora for Michinoku, stay in the northeast. It was on an expedition later, which became his commemorative work, Narrow Road to the Deep North, Okuno Hosomichi.The arduous journey started in Fukagawa province in mid-May in 1689 and ended a little more than 5 months and almost 1500 miles later at Ogaki in Mino province. Although it's a travelogue, this narrow road to the deep north is regarded as a kind of fiction.So the text has 50 or so separate sections which are connected together in the form of haikai or renga. Haikai renga, linked verse sequence. These sections describe his journey or kikobun, whichwas aimed at looking for Utamakura or the pillow words or the poetic places as well as the traces of ancient poets like Saigyo, the medieval Waka poet priest to whom his accounts pays special homage. This journeyof Basho into the past to such historical places and also the old battlefields at Hiraizumi marks the content of his works. He was an ascetic who traveled on a pilgrimage to sacred places and had interesting encounters with individuals.And other poetic partners who accompanied him, and he exchanged poetic greetings, which are jotted down in this. Gakshu Mukutiki Kono Mojuro Benkyo Suru Gakshu Mukutiki wa Sugi no yo desu. Edo Jidai no Shijin Basho.が住んでいた芭蕉庵という伊織に質素な生活をしていた隠者生活をしたのでそれにちなんで芭蕉という名前で知られた日本の有名な俳句の詩人について知ること芭蕉が俳句
徘徊という日本の短い歌や詩のために、国内だけでなく、海外でも高く評価されています。これはなぜかとわかること。3番、和歌短歌とともに日本詩の代表的なスタイルについてより詳しく知ること。Now with this introduction in English, let me move on to the basic text in Japanese. Matsuo Basho. Genji Monogatari wa Nihon Bungaku no daihyo teki na shousetsu toshite kaigai ni mo hiroku shirarete imasu. Soshite bungaku ai dokusha no chūmoku wo atsumete kimashita. Onaji youni詩、つまり歌の場合は、外国人、特に留学生の間、よく知られているのは、日本の俳句です。この五七五の短い歌が、留学生、特に外国人の間で、ものすごく人気があります。短い詩ですが、場所はそれを通して人生の普遍的、そして真実的な歌を歌いました。さらに、すべての苦しみの解決はどこにあるかというと、松尾芭蕉がその解決を自然にや伝統に求めようとしています。つまりその解決をわびやさび、自然、伝統などに求めようとしています。場所の次の俳句は知らない留学生はいないと思います。次のようです。古い池や川を飛び込む水の音。この句を知らない詩人いないと思います。さらに場所は旅を通して四季や自然の風景、その美しさをそれぞれに関する感情を歌って紀行文を書きました。名月や花の雲など人生。松尾芭蕉は赤坂の城下町で生まれました。芭蕉の父の松尾幸左衛門は20年代に士官の仕事を望んで伊賀の上野という城下町に来ましたが成功できなかった。ということが事実です。それで手習いの師匠をしながら、つまり手習いの先生として生活を立ててきました。その3番目の男の子として場所が生まれ、幼名は健作です。10歳の時から同時の富士道家の寵愛を受けて徘徊の道を歩んできました。しかし主人の25歳の若さでの死亡が若い場所に衝撃を与えました。主人の死後場所の心は深く傷つけられ里から脱走します。その後、徘徊士としてわずかな間、滑稽や遊戯に過ぎない歌などを記したが、これは
流行していた俗的な俳譜を文学的に生かそうと後で考えました。そのため、提督流派の団連流派と一緒に活躍しながら、隠者として芭蕉庵に住むようになりました。39歳の年齢で人生の意味を真剣に考え始めた芭蕉なんですが、自分の作品に見られる普遍性をよりよく深刻化した作品を出します。かつて侍たちが夢見て戦った場所を舞台に有名な俳句を書きました。夏草やつわものどもが夢のあと。これは五七五ですが、やは切れ字になっています。そして夏草は夏の季語ですね。まあ、季節語です。夏草やつわものどもが夢のあと。うの花に金ふさみよる白髪かな。うの花というのは白い花のことですね。そしてこれは夏の季語、季節語です。これは金ふさという義経の大名をたたえている俳句です。この俳句の背景を説明します。うの花が白い花ですね。白く咲いているその様子を見ると、高齢にもかかわらず、歴史的な人物である源義経という方を守るために、白髪を振り乱して、奮戦し、あえなく打ち死にになった金房の勇姿を深くしみじみと思い起こされます。うの花のその白さが老齢を押して奮戦する金房の白髪を思い起こさせ、世の無常と虚しさ、儚さ、哀れさを感じさせる俳句です。年寄りの家来の忠実な声を称賛しているようです。芭蕉の弟子である空の俳句です。空は芭蕉が旅に追行させた門人です。当時40歳の高齢でしたが、師である芭蕉の旅の友をしたのです。さみだれの振り残してや光道。ここで光道を称賛して書いた俳句です。さみだれは Long Summer Rains のことです。この俳句は松尾芭蕉の弟子空が書いた俳句です。草の友も住み変わる夜ぞ雛の家。ここで住み変わるとは新しい家に移動することです。要は時間のことです。そして、ひなは3月3日にあるひな祭りの年中行事です。静かさや岩に染み入る
ゼミの声。五七五、静かさや、岩にしみいるゼミの声。この俳句を山形にある立石寺という山寺にいたとき読みました。五七五です。静かさや岩にしみいるゼミの声。静かさや岩にしみいるゼミの声。この静かさは寂しさを表している日本人の美観の一つの大切な要因です。そして季節は夏ですね。この俳句の舞台は立石寺という寺院です。自覚大師という僧侶、別名は円仁ですが、860年に開いた天台宗の有名な寺院です。その寺院の周りの環境は静かです。周りの人に勧められて、場所が訪問することにしました。大花沢から引き返してきた時のことですが、その距離は七里、つまり15マイルほどです。到着の時には、日はまだ暮れていないので、山のふもとのお坊さんに宿を借りて、山にある道に登るようになりました。道は岩、山が重なり、環境は物静かな道でした。仏閣を拝んできて、心は清らかになって住んできました。素晴らしい景色に静かさのあまりに心が住んできたため、集中力が増したかもしれませんが、岩にしみいるセミの鳴き声まで心に響いてきましたことを描写しています。インドはたくさんの言語がある国ですね。そしてそれぞれの言語が豊かで文学的かつ歴史的な伝統を持っています。多くの古いインドの死刑は、つまり死の形は短くて深い意味を持っています。例えば、ヒンディ語のドーハはその代表的な例です。サンスクリット語のスートラ、経典、さらに短い呪文も聖なる教えの内容を短い文で簡単にまとめたものという深い意味を持つ言葉を用いた短い歌と同じものです。このように簡単な形式の詩のあるものは俳句に大変似ています。日本での仏教の考え方または人生に対する禅の教えというものもインド人の心には異質なものではないのです。インドの詩の内容は言葉によって直接に表現するのではなく暗示的に富んだものです。これは日本の枕言葉のように比喩的にものを指すという意味ですね。インドの現代文学は西洋の近代文学の深い影響を受けています。
西洋の文学運動はすべてインドの文学界に波及して、俳句も文学の世界に英文学を通して紹介されたものです。俳句の初期の翻訳者の多くは俳句の簡単な形式を重視しないで、17文字を元の俳句にはない韻律や説明を自由に加えて翻訳しました。それは西洋の読者にその翻訳を分かりやすくするためでした。元の俳句がどのような